うんさん。竹さんこんばんは。私は自分の思いを伝えるとき、や、人から質問されたことに答えるとき、涙が出て泣いてしまいましたって。なんでだ原因を調べると、うつ症状や、あ、感性豊か等が出てきます。なるほどね。うつ病ではなさそうですが、感性豊かなのは自覚はあります。ただ今回の件は、上記2点とも関係なのだと思い悩んでいます。突然泣き出してしまう現象を直したいんですが、何かアドバイスで良い考え方とは、ご意見いただけるとは幸いですって。ああどうなんだろうね。 伝えたいことがあって語り出すと泣けちゃうっていう人いるよね。うん。あの、そう意見を言おうとしてこう真に説明してるとポロポロ泣いちゃう人いるよね。確かに感性が豊かすぎて自分の感情、強い感情が出てくると、あの、泣くとかっていう行動にそのまま肉体が反応しちゃうっていうことなんだろうけど。どうなんだろうなぁ。考え方でどうにかなるものなんかなぁ。 うん。あの、まあ、俺もそうなんだけど、俺もほら、本当の自分とさ、タレントの出演してる自分と別人なのよ。よ、言ってみたら、別人格なのよ。だからなんかこういう、なライブの放送を見て、竹雄が喋ってるのを見て、なんかテレビと違うとか言う人もいるんだけど、違うのよ。別人格だから、でそれは芸能人だからさ、芸能のテレビに出る時ってのはさ、 ゲイの部分で出てるから、テレビにタンクトップで出たり、ジャケット着て出てるりしてる俺は、俺のゲイだからさ、タレントとしての。だから、百獣の王って言って出てんのも、百獣の王ゲイだし、コメンテーターするときはコメンテーターゲイをやってるわけだから、それは違くて当たり前なんだけど、だから、こういう人には俺なんかもう一人作るっていうのが一番いいなと思ってて、 自分のことをよく知ってて、自分が考えてることをうまく説明してくれるもう一人のキャラクターを作って演じるのが一番いいと思うね。なんかね。それをすることで自分をプロテクトしつつ、自分の意見を冷静に喋れるキャラクターを、あの、お芝居みたいに普段から練習しといたらいいよね。自分の思いを伝えるときの喋り方を自分とはちょっと違う感じに設定しといて、その喋り方でスムーズに あの、説明する練習をいっぱいしておくことですよ。俺もそれで自分のトークを作ってるんで、はい。そういう方法を試してみてはいかがでしょうか。俳優さんとかもそういう人いるよね。自分で外で喋るキャラクターを毎日変えてる人とかいるよね。